皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、皆さんに私の考えを話したいなと思って、テーマはありのままの自分ありのままの自分を出すために化粧してないんですよ。アイプチだけしてます。早速本題に入りたいんですけども、皆さんにちょっと聞きますね。オカマってワードどう思いますか？まあ、大体の方がオカマって性別をその変えた面白い人たち、もしくは性別を変えた人たちに対して侮辱的な感じの意味合いを込めて言うワードみたいな、あ、オカマかよみたいな感じで、まあ、そういう、まあ、私もイメージを持ってるんですね。なので過去の動画とかでちょこちょこ私がオカマって言われるの嫌ですみたいな、あ、そんな感じで話してるじゃないですか。じゃあなんで私が今回こういう動画を撮ろうと思ったかというと、先日私がアンチコメント約6000件溜まったので見てみますみたいないう動画を出したところ、いろんな視聴者さんから DM で、まあ、男女関係なしに、私はオカマって言う人に対して本当に心から軽蔑しますとか、カノンちゃんみたいに性に悩んでやっとの思いで性別変えられたのにそう言って言う人を同じ人間と思いたくないですとか、オカマってやつ最低とか、まあそういう感じで私にどう思いますみたいないう、まあ、トーンで DM 送ってくださった方がいましてですね、まあ、その気持ちよくわかる、めちゃめちゃわかります。ただ、まあ、ここ最近コロナの影響もあって家にいることもすごい増え、いろんなことを考える時間ができたんですね。私は普通の人と何が違うんだろうなとか、自分の中で答え合わせみたいなことをしてたんですよね。結論で言うと、まあ、同じ人間なので、特にその言われてもあんまり動揺しなくなってできたんですよ。動揺しなくなってきたっていうのは、自分のことを客観的に見る余裕ができたっていうこともあるんですけども、まあ、ちょっと私がひねくれているからか、いや待てよ、私散々オカマっていうワード嫌いみたいなことを言ったのに、 LGBT のああいう運動団体めんどくせえって思ってたなと思いまして、この私の立場で言うのもやばいと思うんですけども、あのあれですよ、私たちみたいな普通の生き方をしてない人たちに対して差別をしないでくださいっていう、まあ、そういう感じの団体なんですよね。まあ、大まかに言うとですよ。もっと細かいとこまで行くと、まあ、トイレ問題とかさ、同性婚とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、私はそういう LGBT 団体があまり好きじゃないっていう、だから結構そこで、あ、矛盾してるなって思ったの。そうだよね、だって私がオカマ嫌いって言ってたら、要は LGBT 団体がああやって差別するなみたいな感じのことを言っている人たちと近いっていう感覚なわけじゃないですか。なのに私は LGBT 団体嫌い、オカマって言われると嫌いみたいな感じになったんですね。で、思ったのが、そもそもそういう LGBT 団体が言ってるオカマっていうことを言うのはやめようよ、かわいそうだよって言ってること自体が根底に差別意識があるんじゃないかなって私は思ったのね。ひねくれてるでしょ。いや、私は別にその考えすら持たなくていいんじゃないのと思ったの。要はさ、そういう人たちはかわいそうなんだから、そういうの言わないであげようよってことじゃないですか。いや別にかわいそうじゃないっていうか、あなたたちと同じ普通に生きてる人間ですけどもっていうスタンスなんですよ。ちょっと簡単に例えてみると、まあ、私が初対面の人と話すときに、あ、初めまして、初めまして、元男の子の青木かのんと申します、よろしくお願いします。あ、そうなんですね、元男の子の青木かのんさんなんですね、よろしくお願いします。性別変えたんですね。で、ここで LGBT 団体が出てくるわけ。あ、ちょ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 、かのんさんは性別を変えた人だから絶対にオカマとかネガティブなことを言っちゃダメだからね、傷ついちゃうからね、この人っていうことなんですよ。待って、そう、このね、あの理論が合ってるかちょっと分かんないんですけども、ってことなんですよ。ひねくれてる私が導き出した答えが分かる。なので、オカマっていう言葉ってさっき言ったように面白い人たちに対して使う、なんかオカマバーとかさ、あの、あそこのお店のオカマちゃん面白いよねみたいな、さりげなく自然に出てるオカマちゃんってさ、どっちかっていうと本当にその人に対して悪意を持ってるオカマちゃんじゃないんですよ。分かります？ごめんね、あの、私がこういうこと言うとさ、これから性別変えたいとか、まあ、どっちかというともう本当に辛い思いをしている人たちからはめっちゃ反発食らうと思うんだけども、逆にね、そういう人たちは周りから言われるっていうよりかは、なんか自分の今の置かれてる現状にすごい辛いんじゃないですか。私もそうだけど、周りからお前気持ち悪いんでオカマって言われることいっぱいありましたけども、それより
も辛い部分がやっぱり自分のポコチンがついてることとか、なんかそっちのことだったんで、自分のその見た目とか今度悩みが解決できたら、周りのオカマっていうネガティブな方のワードはまだちょっとね、これごめん言葉選ばさせて、まだこっちよりは重しがずしっと来にくいんじゃない、逃げた青木かのいや本当に怖いんだよね、結構叩かれるからね。それを思って私は今回ちょっともう裸一貫でね、アイプチだけ装備してね、みんなに立ち向かってんですけども、だからさ、世間が逆に気使ってかさ、ガマとかお姉とかニューハーフとか、なんか全てを一括りにお姉っていうワードを作ったじゃないですか、まあ、それに対して私は昔は、いやどうせお前おガマっていうことを遠回しに言ってんだろみたいな感じで私もひねくれてたからね、逆に私が今言ってる本当に当たり障りのない感じに使ってるんだろうなっていう、だからいろんな人が気使っちゃうんですよね、気を使ってしまうっていうこの空気感がなくならない限り差別ってなくならないと思うんですよ。そもそも人間って差別していくのが元と本質に入ってってると思うんですよね、人間の本能でね。今までのその人類のさ、ちょっと壮大にどんどんなってきたんだけど、人類の歴史を見る限りさ、差別がない時ってないよね。また思うのが、私たちってさ、自分の好きな性別を選べずに、まあ、生まれてきたわけですよ。性に満足してないから悩んで自分で動いて変わるわけですけども、それってまあどっちかというと本当ごめんなさいね、自己都合に近いんですよ。自己都合を周りに押し付けて、そのまあ気使ってね、私性別変えたからっていう、もしくはその周りの団体が、あこの人たち自己都合で性別変えてちょっと落ち込みがちだから、みんなネガティブなこと絶対言わない言わないでね、もうこれ負の連鎖じゃん。だったらさ、もうどうでもいいんじゃねって思ったの。難しいけども、どうでもいいの意味が、同じ人間ですよ。もう極論まで来たぞこれ、やばいぞ。みんなと同じご飯を食べて二足歩行する人間なんですよ。だからいいんじゃないっていう、まあ、そのいいんじゃないが難しいと思うんですけども、まあ、私の考え発信することで少なからず性別変えた系の人たちの中ではある程度みんなに認知されてるっていう部分があるんで、もう本当ありがとうございます。なので、まあ、こういう私が言うことによって少しは変わるんじゃないかなと思うんですよね。あ、思い出した、私飲み屋で働いてたじゃないですか。でハプニング起こしてしまってですね、まあ、それがオカマっていうワードが原因だったんですけども、やっぱりニューハフクラブとかニューハフバーとかさ、スナックとかってどっちかというと普段体験できないことを求めてくる方が多いんですよね。だからさ、お客さんとこう話すときに、え、何おかまちゃんなのみたいな、おかまちゃんに見えないねみたいな、そういうこと言われるたびにカッチーンときて突っかかっちゃうんですよね話結構え、なんて言いましたみたいな感じで、やばくない、完全にさ地雷っていうか、例えるなら美容室でさ、お客さんがすいません髪の毛を落ち武者にしてくださいって言って、落ち武者に しますか、はいお願いします、美容師さんに全てを委ねます。あ、お前今美容師って言ったな、ちょっとお前来いよっていうことなんですよ。わかる全然下手すぎてやばいな、もう極論そこに近いですよね。それを求めてきてるのに、お前おかまって言ったなみたいな、もうそれがたびたび、だからお客さんもなんか私に対してめっちゃ気使っちゃうみたいな、常連の方がね、彼女可愛いね今日も頑張ってるねみたいな感じでもう なっちゃって、もうほんと今考えるとめちゃめちゃ申し訳ないなと思うんですけども、そういうの何回も繰り返して、まあ、やっと気づき始めたのかなって、ここ最近。逆にそういう感情を持つ私たちみたいな子たちが世間にこういうネガティブなことなんだなっていうのが広まっていってですね、そうするんじゃねーっていう団体がボンって出てきて、今度こっちにバンってバン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 っていう、なんかもう本当ボクシングみたいな、まあそういうなんか悪循環になっちゃってんだなっていう風に私は思い始めて、だったらそろそろ勇気出していってみようかなと。もう正直ね、めちゃめちゃ怖いんですよ、発信者側の立場からすると。まあ過去にもこう LGBT 団体、まああいうみんなでより良い環境にしましょうっていう運動を求める団体、めんどくさいんですよねって話を言ってるせいか、周りの知り合いの有名な元男の子たちはこういうイベントと呼ばれるんですよ。私一切声かかんないからね、まあそういう私が発言してるからだと思うんですけども、まあ、でも私はこのスタンスを変えずに、あくまでも一個人の考えですが、性別を変えた側も世間の人たちに気を使わせないようにしなきゃなっていう、やっぱ親の理解とかもさ、いろんな周りの人を巻き込んで、やっと今こうやって自分は普通に生活できてるからさ、もう思いやり
なんかあのなんか小学校の朝会朝礼みたいな感じです。なんか道徳の授業っていうかさ。ですがちょっと勘違いしてないでほしいのは、もちろん私は世間の理解っていうのは変わっていってほしいなと思ってます。どういうことかっていうと、性転換受けたらさ性別変えれるようになったじゃないですか。それってやっぱり世間の理解がさ進んだから、そういうの必要だと思うんですよ。最低限の、例えばゲイ同士の人でも結婚できる、レズ同士の人でも結婚できる、それは生活のそのレールを引くっていう部分なんで、そこ必要だと思うから、そこは私はどんどん変わっていってほしいなと思うけども、わざわざこの人は性別変えた人だからあんまりオカマとかそういうの言っちゃダメだからねっていうのが、まあ、なくなればいいかなと私は思っております。はい、今日はね私のリアルな気持ちを話したかったから、あえて構成を立てずにもうアドリブでね話しました。聞きにくかった方いたらごめんなさい。今回の動画が少しでも良かったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってます。そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。